イガース。どうもタイガースです。ガオー。ということで今回ご紹介するのはこちら、ジンギスカン。さあ、そしてこちらが道東限定ベムのタレでございます。北海道でもってにゃいのは珍しい一品。おー、これ2箇所に、これ2箇所に開けるとうまく出ると。そんなタレのお供にビール、そして丼。本日の主役、ラムちゃんでございます。早速鍋に油を引きまして、野菜を投入。玉ねぎ、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 おっと、楽しんでいただけたでしょうか。もう余談でが止まらない。めちゃくちゃ強くなくていいよ、結構すぐ焼けちゃうから。食べちゃいなよ。ダメですよ。バレないよ。ダメですよ。ここで悪魔のささやき。本日も肉の食えぬデブ忍者。そんなこんなで出来上がり、実食。いただきます。ありがとうございます。うまい。うまい。野菜うまい。野菜うまい。ヤマにこの野菜ないの？ない。あるだろ、野菜は。シャキシャキのもやし1個もないですよ。本当？糸みたいなもやししかない。いや、でも本当に嬉しそうな顔してる。うまっ。ピーマン、ピーマン、ピーマン、ピーマンもいった。ピーマンめっちゃうまいぞ。玉ねぎ、玉ねぎも美味しいよ。うめえ。いやいや、ピーマンですよ、それは。いや、うまい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 。言うてもピーマン。ない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 。ピーマンとかないですよ、こんなうまい。玉ねぎいきますわ。玉ねぎいきましょう。肉の味する。これは肉の味する。肉の味する。玉ねぎは染みやすい、染みやすい、染みやすい。うまー、ありがてー。肉食いてー。肉食いてーじゃねえ。阿部さん怖いんでね。うまい。そんな肉の食えない状況に困ったデブ忍者が気功に走る。いや、生いきますわ。タレの生、タレ生、タレ生、じゃあお願いします。はい、ね、浸透一枚もう大丈夫です。これ本当ね、美味しい。これこれね、生っすタレの生なんで、焼いてると思います。焼いてない、あくまでね。これ焼肉じゃないです、絶対生り、ただの生り。いただきます。やめたほうがいいです、やめたほうがいいです。どうなの？うまい、うまい、むちゃくちゃうまい。ありえんぐらいうまい。ありえんぐらいうまい。むしろ焼かない方がいいぐらい。焼いてるの食ってないんで何とも言えないですけど、うまっ。むちゃくちゃうまい。ユッケ、ユッケ、ユッケ、まあね、ユッケ、理屈はね、うまっ。ラムユッケ、ビール一丁。うん、まっ。ビールにも合いますか。めちゃめちゃ合う。あ、食った方がいいです、皆さん。ぜひね、ラムのあれ、生。良い子は真似しない方がいいですよ、これは。思い出したんですけども、ラムシャブ店に行って、そのラムシャブのお肉、そのまま生で食べていいよって言われたことあったんで、大丈夫だと思います。うまっ。肉うまっ。
いやもうお腹痛くなってもいいっすよ、こんな甘いな。めっちゃうまい。さあ、というわけでそんな狂ったデブにジャンといて締めいただきまして、完食おやつにアイス。さあ、いかがだったでしょうか。ここのトイレどっかで見たことあるおしゃれな作り、皆さん行ってみてはいかがでしょうか。ガオー。